肉の匂いでしょうか。うーん、美味しそうな香りですね。この匂いか。たまにあいつが現れると香ってくるんだよ。チーター、大きい人、彼はどんな人なんですか。あいつはこの雪山に伝わる伝説の巨人、フランクルトだ。なるほど。ん？あの、どうして大きい人のことフランクルトって呼んでるの？フランクルトというこの雪山に伝わる言葉でな、気取らぬ人という意味がある。あいつのあの笑顔、気取らねえあの笑顔、最初は好感的に思えたんだな。では憎たらしく思える。どうして俺たちの家畜を。クソ。まあ何にせよ、あなたたちのおかげで今回は追い払うことができた。ありがとう。いや、追い払っただけだ。いつまた奴が来てもおかしくねえ。警戒しないといけませんね。ああ、つうわけで、ジョーちゃんたちの手助けするのは今は厳しいんだよ。すまねえな。ううん、リー君が謝ることじゃないよ。それに私もお手伝いしていいかな。お手伝いですか。もしかしてフランクルトさんから村を守るお手伝い。うん、だって村の人たちが困ってるなら私助けてあげたいもん。本当にいいのか。でも早く帰らないとプロデューサーってやつが困るんじゃねえのか。きっと訳を話せばプロデューサーは分かってくれるから大丈夫だと思う。それに悲しんでて笑顔になれない人を放っておいた方がプロデューサー困っちゃうよ。私はみんなを笑顔にしてあげるアイドルなんだもん。だからみんなを助けてあげたいんだ。ジョーちゃん小さいのになかなかいい心がけじゃねえか。ぜひとも協力してくれ。よろしくな。おお、魔法使いさんたちにも協力してもらえるのか。これは心強い。なら盛大に歓迎させてくれ。質素な料理しか出せないが。そうだな、本当に質素だよな、ここの村の飯は。ちょっと B さん。いや、事実だからな。すまないな、私たちの村にはまともな料理ができる人はいないんだ。お料理を食べさせてくれるだけでもとっても嬉しいですね、アーニャちゃん。アーニャちゃん、おーい。あ、すみません。だ、もちろん私も協力します。私も皆さんを笑顔にしたいです。ただ一つだけ気になることあります。チタン、あ、大きな人ですね。あの方はなんだか
とても悲しそうに見えました。